このスバ。私、少しずつお友達というものを理解してきている気がしますわ。急だな。突然どうした？急ではありません。思い返したんです。困った時は助けてくれるし、間違った時は怒ってくれる、そんな素敵な人が私の周りには多数いますから。スコールとも和解しましたし、これは少しずつお友達というものを理解してきたことの証明ではありませんか？証明になるのかしら。それに前にも似たようなこと言ってたじゃない。今度は本当ですわ。例えば誰かが困っていたら迷わず助けてあげるのがお友達、そうでしょ？その通りです。ああ、爆裂魔法が打ちたくて我慢なりません。さあ、近くの廃場まで付き合ってください。おい、せっかくメルが真っ当に改心仕掛けてるんだから、私利私欲で利用しようとするんじゃない。だが確かにだいぶ成長したと思う。最初の頃は皆に迷惑ばかりかけていたからな。ああ、いたずらを我慢してくれるようになればもっと良くなると思うんだが。いたずらを我慢？その発想はありませんでした。いやいや、真っ先に思いつくだろ。いたずらで迷惑をかけるから友達ができなかったんだよ。ではいたずらをやめて迷惑をかけなければお友達が増えるということですね。私やってみます。封印の騒動からこの二人の関係は気になってたが、心配ないか。メルのやつ、前以上にスコールに懐いてるみたいだ。スコールの言う通り、しばらくいたずらを我慢して善行を積むことにします。こういう時って空回りして余計周りに迷惑がかかったりするのがお約束だから、そうならないようにくれぐれも気をつけてね。それフラグ。お釣りは4エリスのお返しだ。したっけ？どうぞ、こちら品物になります。お気をつけてお持ちくださいまし。ありがとう、また来るよ。いつもよりたくさん売れてるわね。これもメルちゃんが手伝ってくれてるおかげよ。でも本当にいいのかしら。頑張ってくれてるんだし、少ないけどバイト代を。今日は結構です。今まで迷惑かけた方々への罪滅ぼしですから。迷惑？ミーヤは迷惑なんかしてないぞ。そう思ってくださるとしても、これは私のけじめですわ。いたずらもせず、皆様に迷惑をかけず、お友達を増やします。偉いわね。いい子いい子。頭を撫でるのは特別に許可しますわ。悪い気はしませんし。素直ないい子ね。こんにちは。新鮮なネギを一本いただこうかしら。あ、こちら新しい店員さん？よく参られましたわ。私はメル。ネギを今すぐ包んで差し上げましょう。メルはな、いたずらが得意なんだ。お前が買った野菜に笑い薬を仕込むかもしれないぞ。冗談ですよ、ミーヤちゃん。そんなこと言っちゃね。もう、笑い薬はありませんけれど、下剤なら。これをネギに仕込めば。おい、メル。何をブツブツ言ってるんだ？なんでもありませんわ。ネギ一本でしたわね。どうぞ。うちのネギはなまらうめえから、腰抜かさないように気をつけろよな。したっけ？メルちゃん、よく我慢したわね。いたずらで迷惑をかけないと誓ったばかりですし、そう簡単に破るわけにはいきませんわ。なんだかわかんねえけど、メル頑張ってるんだな。ミーヤ、頑張ってるやつを応援する。なまら偉いぞ。
もありがとうございます。さあ張り切ってお手伝いしますわ。お野菜の販売が終わったらカフェ営業もあるんだけど。そこも当然お手伝いしますわ。今日は獣耳をつけて接客いたします。おお、ミーヤたちとお揃いだな。カフェの時こそ飲み物に下剤を。うわっていけませんわ。ついついいたずらの誘惑が。ん？よかった。メルちゃん楽しそうにしてる。私の心配しすぎだったかな。このスバ。それにしても珍しいね。メルさんの方からクエストに投稿したいなんて。ええ、意外だったわ。また何かいたずらを企んでるんじゃないの？違いますわ。私すっかり心を入れ替えましたの。今まで迷惑をかけた方々へのお詫びです。そうなんだ。でも魔が差して武器を野菜と入れ替えたりとか、そんないたずらはしないでよ。武器の入れ替え、面白そうですわ。きっと二人とも驚いて。うえていけません。いたずらは自重しないと。あら、なんだか珍しい取り合わせね。へへへ、ようメル。さてはお前もついに泥棒に身をやつしたか。ちょっとダスト君、泥棒じゃなくて盗賊だから。ダメなやつみたいに言われるのは心外だよ。クズにダメなやつ呼ばわりは気分が悪いわね。ちなみに私は盗賊じゃなくてトレジャーハンターよ。んだよお前ら、そうカリカリすんなって。君の発言が原因なんだけど。メル、クリス、遅くならないうちにそろそろ出発するわよ。ええ、クエスト報酬が入ったらダストに食事でもご馳走させていただきますわ。え、マジか。どういう風の吹き回した？私、改心しましたの。迷惑をかけたお詫びにたくさん善行を積むことにしていますから。おお、心の友よ。お前の帰り心待ちにしてるぜ。はい、それでは。あんな小さい子におごってもらって、あんたの両親は痛まないの？痛まない。呆れた。それよりもメル、なんだか元気がなかったわね。大丈夫かしら。いたずら、ダメ、絶対。よし、お目当ての宝石ゲット。意外と楽勝だったね。意外といえばこの子もそうね。嬉しい誤算と言うべきかしら。うん、本当に一つもいたずらしないなんて。力を貸してくれて助かったよ。それほどでもありませんわ。いたずらの我慢なんてお友達なら当然のことです。ちょっと大丈夫？少し疲れたのかしら。なんだか息が荒いようだけれど。気にしないでください。体調は少し優れませんが、モンスターに攻撃を受けたわけでもありませんし、すぐ治りますから。それならいいんだけど。あ、二人とも気をつけて。ほら、あそこワイヤーが張ってある。きっと罠だよ。引っかかったら蛇でも降ってくるのかしら。あんな簡単な罠にかかる私たちじゃないわね。蛇が降って、それは楽しそうですわね。ぜひともわざと引っかかって二人を脅かし。いいえ、いけませんわ。いたずらは禁止、いたずらは禁止。
メルのお守りをしてくれたらしいな、メリサ。恩に着る。お守りだなんてそんな。あの子の面倒を見る必要なんて一つもなかったわ。なんだ、メリッサのことだからまた。世話焼いた分の報酬をよこしなさいとか言ってくるのかと思ったんだが。本当に手間をかけられたならそれもありえたけれどね。今回は逆、私の方があの子に追加報酬を払いたいくらいよ。メリッサにそこまで言わせるとは。メルは随分活躍したようだな。あなたたちよりずっとね。何を？その話詳しく聞こうじゃないか。まあ本当のところメルさんは雷の精霊だからね。モンスターとの戦闘では大活躍してくれたんだ。ただいたずら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 。うわー、ダメですわ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 。何あれ怖い。あの子どうしちゃったの。クエストの中盤あたりからあんな様子で、呼吸が荒くなって息苦しそうっていうか。いたずらは精霊の性分のようなものでもあるからな。無理に我慢していることがメルの負担になっているのかもしれない。定期的にいたずらをしてガス抜きしないとストレスがたまるということだろうか。なるほど、共感を覚えますよ。メルにとってのいたずら禁止は、私が爆裂魔法を撃つなと言われているようなものなのですね。その推測が合ってるとしたら、面倒なやつというかなんというか。何言ってるのよカズマさん。カズマさんだって辛抱たまらない日があるでしょ。ほら、馬小屋にいた時も。ないから、そんな事実はないから。とにかく我慢させすぎるのも体に悪いってことだな。みんなあいつが無理しないように見守ってやるか。このスバ、また来てくれて嬉しいよ。これからも応援よろしく。リアちゃん、俺できるだけ全部のショーに行くから。だから。はいはい、お客様、お時間ですわ。また次回の握手会でお待ちしてます。リアちゃん、可愛いポーズやって。もうすでにやってるわよ。何してても可愛いんだから。あえてやるなら、キュンキュン。こんな小首をかしげるのはどうかしら。うわぁ、世界一かわいい。はい、お時間ですわ。踊り子を続ける秘訣ですか。そうですね、強いて言うなら根性ですかね。さすがシエロちゃん。よし、俺にも根性注入してくれ。さあ、この頬に熱い右ストレートを一発か。お客様、そういうサービスはやっておりませんわ。はい、次の方。シエロちゃん、メルってば頑張ってるじゃない。いたずらは卒業したってカズマが言ってたのは本当みたいね。初めて見る顔だけど、君は新人のスタッフかい？ええ、私の名前はメル。以後お見知りおきを。こんな可愛い子がただのスタッフなんて、レベルが高すぎる。確かに、俺もさっきから気になってたんだ。この会場にいる4人目の可愛い存在か。え？いや、私は全然そんなんじゃ。ステージに上がったりしないの？私がステージに？まあ歌は好きですけど。今度ぜひステージに立ってみてよ。メルちゃん、かわいいよメルちゃん。皆さんが
の私に注目を。そうですわ。ここで稲妻を撃てば会場は大混乱に。ああ、いけません。そんなことをしたらこれまでの努力が水の泡に。耐えるのですよ、メル。このスバー。ただいま帰りましたわ。おかえりってメル、なんかひどい顔色だな。ご安心ください。いたずらはしてませんわよ。皆さんのお手伝い頑張りましたの。そんなフラフラになるまで何があったんだ。ほら肩を貸そう。スコールの言う通り、いたずらの禁断症状が出たのでしょうか。なんだか心配ね。無理しないで、お手伝いは少し休んでもいいんじゃないかしら。かもな。メル、とりあえず少しうちで休憩してったらどうだ。すみません、迷惑をかけて。気にするなって。それにお前がこれまでしでかしてきたいたずらの数々に比べたら、こんなの迷惑の地にも入らないぞ。私のいたずら、それほど迷惑でしたの。やりましたね、ダニエル様。封印の魔道具はこちらの手の内です。これでメルさんを封印される危険はなくなりました。雷の精霊の力を利用するための第一歩というところでしょうか。それにしてもあのメルという娘、予想以上の力でしたね。ええ、力を解放した時の凄まじさはトールハンマーと同等、いやそれ以上かもしれません。ダニエル様、いかがなさいますか。どうやってあの小娘を我らの側に引き入れましょう。そうですね、しばらく様子を見ての感触ですが、あの娘にはまだまだ危ういところがあるようです。ほう、そこをつくのですね。言葉巧みに言いくるめてしまえば、意のままに操ることも不可能ではないでしょう。くわ、悪い。さすが元魔王軍幹部候補。今のダニエル様のセリフ、すっごく悪いですよ。おだてても何も出ませんよ、チャーリー。佐藤一馬への復讐、そして魔王軍への再雇用、そしてリアを我が手に。世界を我が手にとかじゃないんだ。やっぱ微妙にスケールが小さいんだよな。さあ、早速行動に移りましょう。向かうはあの因縁の町、アクセルです。あいあいさー。このスバ。皆さんにお詫びとして、もっとお手伝いをしなくては。でないと皆さんと仲良くお友達になれませんわ。ため息は幸せが逃げますよ。え？あなたたちは。こんにちは、メルさん。お久しぶりですね。あなたの救世主ダニエルと。チャーリーですよ。あの可愛くないトロールの。可愛いですよ。めちゃくちゃプリティですよ。先日は危なかったですね。我々がいなければ、スコールとかいう獣人に危うく封印されていたところですよ。いたずらばかりで皆に迷惑をかけるから。そんなことはありませんわ。スコールもあの時にはもう考え直してくれていましたし、それよりもあの時どうして飛来神を持ち逃げしたのですか。そんなの決まっているでしょう。
あんな魔道具をメルさんの近くに置いて危険にさらしたくなかったのですよ。ん？私のため？なおさらわかりません。なぜ数回しか会ったことのない私のためにそこまでしてくれるのです？決まっているじゃないですか。メルさんと友達になりたいからですよ。なるほど、私とお友達に。お友達に？いえ、そんな甘い言葉に騙されませんわ。昔の私ならお友達といえば簡単に騙されたでしょうが、今の私にはお友達がたくさんいますもの。あなたたちが何か企んでいるのは明白ですわ。友達がたくさん？はて、そうなのですか？ええ、カズマにアクアにメグミン、ダクネス、みんな私のお友達。本当にそうなんですか？メルさんが一方的に友達だと思い込んでいるだけかもしれませんよ。はっきりと聞いたのですか？お前は俺の友達だ！と言われたことがありますか？それは…本当にこの人は友達なのかな？不安になる時ってありますよね。そんな時はこれ、じゃじゃーん！嘘を見抜く魔道具！うわぁ、何ですかダニエル様、この魔道具は。この魔道具は、相手の言葉が嘘だったならばチーンという音で知らせてくれるのです。王国検察官も使っているという優れた魔道具なのですよ。それがどうしたというのです？例えばこの魔道具を持って、あなたと私は友達かと質問して、相手がはいと答えた時、音が鳴らなければ本当に友達と思ってくれているということ。でも、もし相手がはいと答えた時に音が鳴ったら、それは相手が嘘をついている、あなたを友達だとは思っていないということですね。つまりその魔道具を使えば、相手が私を本当にお友達だと思ってくれているかわかる。その通り、使ってみますか？ありがとうございます。喜んで使わせていただきますわ。うまくいきましたね。我々の迫真の演技をもってすれば、友情に飢えた娘一人騙すなどたやすいことですよ。さすがはダニエル様、嘘を見抜く魔道具をどんな返答をしても音が鳴るように細工するとは、我が上司ながら小ずるい。メルさんが孤独に打ちひしがれ、我々の元に帰ってくるのが目に見えるようですね。カズマ！カズマはいますか？メル、家に帰ったんじゃなかったのか？さっきまで体調悪そうだったのに、もう大丈夫なの？はい、おかげさまで少し休んだら楽になりましたわ。それよりも、カズマ！おう、どうした？やけに思い詰めた顔して。聞かせてほしいのです。私たちは、お友達なのでしょうか？今さらなんだよ、改まって。まあ、友達って言えば友達だろうな。そんな嘘発見器が鳴った？ん？今変な音がしなかったか？なんか聞き覚えのあるような。カズマは本当は私のことをお友達と思っていない？メル！きっとカズマに友達と思われてショックだったのね。おい、それは俺に失礼だろ。でもあの子は大丈夫かしら？泣いてたような気もするし。確かにちょっと心配だな。ミア、エイミー、どうぞお聞かせください。
ミーヤとメルは友達だぞ。ええ、私も友達と思ってるわよ。また、嘘を見抜く魔道具が反応を。ん？なんだそれ、ミーヤにも見せてくれ。ごめんなさい。おい、メル！私たち、お友達だと思いますか？メルと私が？何を今さら、そんなの当然だろ。ま、友達である前に、メルは私のファンなんだろうけどね。もう、エリカちゃんってば、ファンである前に、お友達だよ。ここでも、嘘を見抜く魔道具が。誰に尋ねても、嘘を見抜く魔道具が鳴りますわ。本当は私に、お友達なんて一人も。あら、メルちゃん。こんなところで会うなんて、奇遇ね。いやいや。ユンユンは、私のお友達ですか？友達？違うのですか？これは夢かしら？自分からじゃなく、相手から友達と言われるなんて、千載一遇のチャンスよ！わ、私たちは、お友達よ！これからも、ずっと仲良くしましょう！音が、嘘、なんですね。え？音？みんなしてそうやって、私の心をもてあそんで、楽しいですか？同情ならいりません！お断りします！あ、メルちゃん、待って！この巣場！みんな本心ではお友達と思っていないんですわ。私がこれまでにたくさんいたずらしたせい。どうすればいいんですの？前も言ったでしょ？ため息は幸せが逃げると。またあなた方ですか？どうです、魔道具使ってみましたか？その顔を見ればわかりますよ。表向きはいい顔をしていても、みな心の中ではあなたの気持ちを重いと感じている。しかし私たちは違います。なぜなら真の友達ですから。さあ、私たちと一緒に来てください。それも悪くないかもしれませんね。そこまでよ。邪魔をしないでもらえますかな、お嬢さん。変な言葉でメルちゃんをたぶらかそうとしたって、そうはいかないんだから。メルちゃん、そんな奴らについていったら危ないわ。こっちへ来て。ユンユン、私を心配して。心配に決まってるじゃない。私たち、友達なんだから。騙されないでくださいね、メルさん。彼女も本心でそう思っているわけありませんから。そうですよ。友達と思ってない相手を無理に付き合わせても、また迷惑をかけるだけですよ。迷惑？そうですわよね。迷惑なんかじゃないわ。聞いて、メルちゃん。さあ、私たちと一緒に来るのです。ワイバーンを待たせてありますから。友達同士仲良くやりましょう。お城へ来てください。ダメよ、メルちゃん。城にはよほど親しい人しか招きません。
親愛の証として招待を受け取って。ユンユン、メル、無事か？誰だ？カズマさん、それにみんなも。メルの様子が気になって追いかけてきて正解だったぜ。あのトロールたち、本当にしっかり生き返ってたのね。蘇って早々に悪巧みとは相変わらずだな。悪巧みとは心外な。メルさんと親睦を深めていただけですよ。今度こそ我が爆裂魔法で吹き飛ばして差し上げますよ。少子、爆裂魔法程度では蘇った私は止められませんよ。何を？爆裂魔法程度とは何ですか？程度とは？ダニエルのやつすごい自信だな。雰囲気変わったか？前よりも大物っぽい感じが。メル、早くこっちに戻るんだ。あ、リア。今リアの視界に私が映ってる。これはもはや量もいい。いや、前よりも気持ち悪くなったのかもな。その自信ごと爆裂魔法で吹き飛ばしてやりますよ。夜をかける常闇の使者よ、我が力となりて。待て待て、今撃ったらメルまで巻き込んじゃうだろう。巻き込めばいいではありませんか。皆さんはどうせ私のことなんてどうでもいいのでしょう。メル、何を言ってるの？そうです、僕たちは友達でしょう。本当に私たちはお友達ですか？この魔道具の前でも同じことが言えるのですか？あれは当然だ。みんなが君のことを心配している。その通りですよ、メルさん。さあ、今こそ怒りの力を雷に変えて、気持ちを踏みにじった白状者たちに目に物を見せてやるのです。私の気持ちを踏みにじったお友達だと思っておりましたのに。おいメル、何か勘違いしてるんじゃないか。落ち着け。無駄ですよ。お友達でないあなたたちの言葉はメルさんには届きません。メルさんは私たちと共に行くのです。メルさんと力を合わせて魔王軍への雇用の機会を得る。未払いのお給金をもらって、ゆくゆくはリアとの結婚式を。グーグー。やるしかないか。行くぞ。このスバ。長らく眠っている間に体がなまったか。くすくす、そういうのを負け惜しみって言うんですけど。なんとでも言うがいいです。最後に笑うのは私たちなのですから。ワイバーン、また会いましょう。行きますよ、チャーリー。はい、ダニエル様。はや、もうあんなとこまで。逃げ足は早いわね。それより、メルは？私は大丈夫です。よかった。少しは落ち着いたか？心配したんだぞ。嘘ですわ。
ちゃん、さっきも嘘って言ってたよね。何があったの？それは、この魔道具が示していましたから。やっぱりか！そいつは俺が留置所で散々な目に遭わされた魔道具じゃねえか！あの方たちにもらったので、皆さんに聞いて回ったのです。私たちは、お友達でしょうかと。でも、皆さんが、お友達だと答えるたびに、音が鳴って。え？全員鳴ったの？おかしいですね。そんなことがあるでしょうか。カズマだって、今でも本心では、お友達じゃないと思っているのではないですか？いや、そんなことは。ほら、また鳴りました。カズマ、冗談だとしても笑えないぞ。メルは真剣なんだ。そういうプレイは私だけにしておいてくれ。ねえカズマ、私たちのことはどう思ってるのよ。仲間よね。俺はプロデューサーだぞ。仲間だと思ってるに決まってるじゃない。見事になりましたね。そんな目で俺を見るな。やっぱりおかしいぞその魔道具。確かにな。メル、その魔道具を見せてくれないか。今さら何を。うん、やはり魔力で細工を施した形跡があるな。質問にどんな答えを返しても音が鳴るようにしてある。え、大方メルに友達がいないと思い込ませ、絶望したところで仲間に引き入れようとでもしたのだろう。ほらやっぱり俺は無実だ。今回は信じておこうかな。メルもだぞ。そんな魔道具より友達である俺たちのことを信じてくれ。お友達を信じる。ああ、俺たちはメルのことを友達だと思ってる。だからメルも俺たちのことを友達だと思ってくれるのなら信じて頼ってくれ。カズマさん、珍しくすごくいいことを言ってますね。そう？取り繕っただけだと思うけど。バレてる！けど、なんとかしてメルを説得しないと。カズマ、皆さん、疑ってしまって、すみません！私、皆さんのことを信じてみることにします！なんとかだったー！ギルド夜！それじゃ、問題の解決を祝って、乾杯！今日はなんだかハードな人種だったわね。どうしたんですか？また落ち込んでるみたいですが。だって、普段からいたずらで迷惑もかけてましたし、今回のことでもまた迷惑をかけて、それなのに皆さんとお友達になろうなんて、虫が良すぎる気が。そんなことないわよ。お昼にも話したでしょ。あ、私はメルちゃんと友達になりたいの。いたずら好きなところも迷惑かけちゃうところも全部でメルちゃんなんだから平気よ。本当に？ええ、もちろん。ありがとうございます、ユンユン。では、お友達の証として握手よろしいですか？握手、はい、これからもよろしくお願い。引っかかりましたわね。電撃ですわ。こら、メル、お前またいたずらを。まあまあ、いたずら好きは精霊の勝負みたいなものだし、禁断症状もかわいそうですしね。それに何より、
こんな風にいたずらされるなんて、距離が近い感じがして、なんだかとっても友達っぽいわね。いたずらされた本人が満足しているみたいですからね。あの二人、案外相性がいいのかもしれないわね。まあこれでメル完全復活だな。根はいいやつだし、これからも俺たちが目を光らせておけばいいか。多少の迷惑くらいは多めに見てやろうぜ。今回はまんまとやられてしまいましたが、あの魔力の発露、雷の精霊の力、ますます欲しくなりました。ですがダニエル様、どうなさるおつもりですか。友達のふりしてかどわかす作戦はもう使えそうにありませんが。ええ、また別の方法を考えなくては。かくなる上はメルさん本人ではなく、あの力だけでも我が物にできればよいのですが。チャーリー、飛来神をここに。はい、こちらになります。どうぞ。ですがダニエル様、今さら精霊封印の魔道具を持ち出してどうするおつもりで。メルさんを封じたこの魔道具、本当に封印の力しかないのでしょうか。どうも不思議な魔力を感じるのですよ。一度詳しく調べてみる価値があるかもしれません。このスバ、冒険の軌跡をご覧になりますか。キャラエピソードとこのスバストーリーは、キャラとの絆を深めると解放されます。Oh.